北条津引山祭りは、富山県伊水市新港地区市街地で、毎年10月1日から10月2日まで行われる、北条津八万宮の周期礼大祭である。通称は、新港引山祭り。10月1日は、三越都魚13期の引山具部が、10月2日の本祭には、北条津八万宮にて全国でも、 珍しい月山行事が行われており、国の重要無形民族文化財に指定されている。大小2期の三越都魚に具不し、富山県内で最も多い全13期の引山が、並び、港町である新港の市街地を拡張揃いの、発揮姿の和歌手によって、あ、いやさあ、いやさあ、に由来。伊水市を含む高岡地域各地の引山祭り。 死姉妹でも使われると威勢のいい掛け声のもと言うそうに、朝九時より、日中は花傘をかけた花山として、夜には、蝶鎮山となって、夜空をほのかに染めながら、また市街を流れる内川の橋を渡る際には水面に、蝶鎮の明かりを美しく映しながら、二十三時過ぎまで十三機揃って引き回し、その五匹分かれ町内引きを深夜まで行う。巡航路は二ルートあるが、 朝9時から夜遅くまで引かれるため、それぞれの町に花山と長鎮さんが均等に通るように、ほぼ同じルートを毎年昼夜交互で引き回すようになっている。古新町が引山を1650年に創設したのが始まりとされ、その後、名くれ町、中町と順次、他の町が競って引山を製作していった。京歩年間には半数強が揃い、 1862年に南立町が引山を創建し13期が揃った。また、1676年の祭礼には、マンダラジが引山を出したと記録に残っているほか、昭和に入り写真も残る、幻の14番目の引山があった。これは1950年に四日ソネ町が引山を作り、王様として加藤清正の像を乗せこの年のみ引き回したものである。 2016年9月に、ヤワタの蔵で発見された1922年の行列録には、三越の梅雨払いとして現在出ていない、約40もの町から獅子が参加し、大気代、子供ホロム社体、新芽、大勢の役員や新職が行列に参加するなど、約1000人以上が、祭礼に参加していたことが記されている。四日曽根では2020年4月、ホロム社の衣装や道具が、 同庁公民館で見つかり、北条津八万宮に奉納した。2020年の祭礼は、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、関係諸団体は1日の引山巡行を中止し、御子、渡りみゆき祭と2日の月山行事と北条会を行った。なお御子、渡りみゆき祭には、100年ぶりに祝いの工場を述べる狂言師と、 鈴を鳴らして巡航路を清める女神雨の渦めが加わった。なお、狂言の監修は映画人生の約束を監督した石橋館が務めた。13期の引山は1968年9月30日に、北条津八万宮の引山として、新港市指定有形民族文化財に、月山行事は1982年1月18日に、 北条津八幡宮の月山として、富山県指定向け民族文化財に指定された。その後2014年10月1日には、引山行事が北条津八幡宮祭の引山行事として、富山県指定向け民族文化財に指定された。これは、祭礼期間中に、引山行事と月山行事が伝承され現在も行われており、全国的に稀有な祭礼形式であること、また、 引山行事としては、高岡五車山祭に次いで、県内では、発祥が古く、360年以上続く、引山行事であることが評価されたものである。また2006年には、と、山の文化財百選に選定されている。2021年1月15日には、北条津八万宮祭の引山、月山行事として、国の文化審議会より重要無形民族文化財に、 送信され、同年3月11日に指定された。三越は、現在大小の2期あり、宇治小町を南北に分け2期で1日の朝から夕方に、かけ、三越、渡りゆき祭として渡御する。大三越は1937年より、小三越は1967年より巡行している。直両親余の木製の二輪の車輪は黒いるしぬりで、2020年に、 解体修理されたものであり、各車輪の直径は、大みこしが138センチメートル、小みこしが106センチメートルである。また、これらより古い旧神魚は、伊水市新港博物館に展示されており、1750年に製作されたものであるくじ取り式は、毎年引山の巡行順をくじ引きで決めるものであるが、古新町は、引山元祖の町ということで、 毎年必ず一番山を務めていた。しかし1721年に、田町より異論が出たため、13町でくじ取りを行ったところ古新町が一番を当てたことから、それ以降も毎年必ず一番山を務め、くじ引きを免除されるくじ助山と言われる。現在も8月初めの対安の日に、くじ取り式を、北条通八マングルで取り行っている。古新町を除く12町は、 町を東西に流れる内川を挟んで6町ずつあり、先山6町、後山6町に分け交互に交代し、くじ引きで2番から7番山、8番から13番山を決めるほか、再例当日の安全を祈願する。13基の引山は高さ約8メートル、長さ約6から7メートル、重さ約3.5トンで、高岡五社さんと同じように断尻に鉾柱を、 縦花傘をつけた花鉾出しである。上山と下山の二層構造で、上山中央の鉾柱の上部には、ひげ子といわれる竹籠をつけ、その周りに赤、白、木三色の和紙でできた菊の花をここつけた先竹を放射状に広げた花傘の鉾山で、鉾柱の先端には、標識といわれる鉾止めがついており、王様といわれる御神体を備えている。また、 全人形と言われるからくり人形が備えられている山もある。下山には万幕が張られている山と都庁の山がある。車輪は四輪の第八車様式で夜車または板車である。昼の花山に対して夜には約200から300もの町鎮をつけた町さ山となり、狭い街角を急曲がりする時の郵送さと町鎮の揺れる風情が見物となっている。 立町にある川の駅新港1階の引山展示室には2機の引山が常設展示されており、1機はこちらを山倉とする高野町、もう1機は毎年入れ替えされている。また2階引山ギャラリーには引山の歴史紹介やミニチュアの引山模型が展示されている。安永の引山車総道は1775年に高岡との間で、 ここっぱなし精神を舞台に起こった車輪をめぐる騒動で今後高岡と類似した引山車は引き出してはならぬ。しかし断じりであれば許可する。どのお触れが出たことにより、その後の蚊が越中各地の引山祭り並びに引山の発展に多大な影響を与えた大事件である。なお法上津ではこの騒動により全庁の引山方の役付き、世話人が ウオズの盗賊改め方への出頭、入牢を命じられ宣議を受けた後釈放された。また、全町の引山が一時没収されその後返還されたが、中町、立町、三日、曽根、宝土寺、泣暮町、東町、新町の七町の夜社は没収された。またしばらくの間、引山祭りは中止に追い込まれた。月山行事は毎年10月2日の本祭に、 北条津八万宮境内にて午前7時から午後3時にかけて行われる古代信仰の形態である神道と仏教が一緒になった神仏集合の信仰行事である。月山の起源はよくわかっていないが江戸時代初期より行われていたことが1721年の東八幡宮記録や月山古老電気に記録されている。また2014年9月には 社務所で江戸時代中期1764年の月山に使用された約2メートルの表具を施したのりとの巻物が発見された。88行にわたりのりとが記されている。なお北条2の引山はこの月山神事を移動できるように発展させたものとも考えられている。9月30日夕方境内の高い松の木に 神霊を海よりお迎えする魂迎え式が行われる。10月2日の本祭には、境内の高い松の木の西面に、幅7.2メートル、奥行き3.6メートル、高さ2.7メートル上下2段の雛壇段様式の臨時の月山を設け、下段の四隅には、それぞれ甲冑をまとい、顔に面をつけた仏門守護の四天皇である持国天、増長天、項目天、 多門店を廃し、この他に毎年、飾り人形と言われる越中に、ゆかりのある人物の客人人形も飾る。上段中央には、東白屋根の神殿の上に、木女の面に白髪を振り乱し、禁乱の打ち掛けを羽織り、御手蔵を取り付けた、長い竹竿を持った主神である馬神を祭り、神霊を、松の木より月山に迎え入れ神事が行われる。 また、北上津八万宮社殿ではこの地区の地名の由来ともなった北上会が行われる。この月山行事が終わると、馬神が暴れるとされる言い伝えにより月山は大急ぎで解体される。なお馬神と四天皇並びに客人人形のお面は宝能面と言われる湖面で十面残っており、古いものでは室町時代中期の作と安土桃山時代の作が、 それぞれ一面残っている。この行事は、能登にある、イスルギ山の伊種流、紀子神社でも行われていたが、明治期に廃絶、富山県内でもここっぱなし精神やわたぐうと、明治期に休止となり1956年より、復活した、高岡市の二条井水神社で行われているだけであり、共に、富山県の無形民族文化財に指定されている、全国的にも珍しい行事である。 なお三箇所の主審の見た目から、北条津の足なし、二条山の手なし、いルギさ山の口なしと言われてきた。2015年7月10日には、北条津八万宮以外で披露をされるのは初めてとなる、伊水市新港博物館の企画展、名護の裏の祈りにて、月山行事を再現した祭壇の展示が行われた。企画展では展示室の天井風に合わせ祭壇の 高さを調整し低くした。これまで保存会は、引山行事の引山協議会と、月山行事の月山保存会の二つに分かれていたが、2017年4月1日に新たに合併し、北条津八幡宮、月山、引山保存会として一体で継承活動をすることとなった。これは、引山協議会は13町の多くの住民によって運営されているが、 月山保存会は15人ほどの八万宮偶児子代表で運営しており、運営規模が小さすぎることが懸念されていたためである。なお、この新しい保存会は2つの行事を2020年をめどに国の重要向け民族文化財の指定を目指し、2019年度末までに学術的な調査報告書をまとめる予定で、2017年の祭礼には、 指揮者らの調査委員会が現地に赴き発の調査を行った。2020年3月23日には調査の内容をまとめた、北条津八万宮祭引山行事、月山行事総合調査報告書を伊水市教育委員会が発刊。2021年3月11日には、念願課内重要無形民族文化財の指定を受けた。ありがとうございます。